回は総称を覚えようです。同じ字でもいろいろな崩し方があります。一字一字をつなげずに単体で書かれた総称、独創体と言います。それに対してつながったものを連綿体と言います。両書独創体連綿体を実際に見てみましょう。今回書くのは動画に、いいね、お願いします。ありがとうございました。またの動画